えっと、Demification for Ruby 2.5 and 3.0ということで、えっと、Ruby の、まあ、標準テンプライブラリーのちょっと現状と展望等々についてご紹介したいと思います。で自己紹介なんですけれども、柴、えっと、田博史といいます。で、アット HSBT という4文字で GitHub とか Twitter とか探していただけると良いかと思います。で、執行役員、チーフプロダクトビリティオフィサー、 として、まあ、GMO p e ペ o b o という会社で働いております。で、情報システム部門等々を干範囲に持ってまして、まあ、Pebobo ボボの社員300名から350名ぐらいが生産性を出して働いていけるというようなものを作るのを日々のミッションとしております。はい。で、まあ、オープンソースで何をやってるかっていうと、Ruby の開発者としてコア開発チームのメンバーで開発してます。今年のコミットランクで3位ぐらいだった気がします。 で、まあ、1位はノブなんですけど、で、あとは、あの、r u b y ゴ a n g o r g というサイトですね。まあ、皆さんがよくニュースリリース先週とか読んだり、あと Ruby をダウンロードしたりするサイト等があると思うんですけども、あれのメンテナンスをしています。で、あれは Heloc とか AWS とか f a s t リ y 等々を使ってまして、だいたい1人か2人ぐらいで全部メンテナンスをしている感じです。 まあ、これ非常に重要なお知らせなんですけれども、スポンサーで水スポンサーをやっています。これですね、水。で、これがですね、2500本あって、で、参加者全員が毎日1本飲まないとなくならない。<laughs> で、これ余ると、あの、僕の会社に送り返さないといけなくて、多分、総務に怒られる。ので、皆さんが、 このコンテナ水を運ぶコンテナ基盤となって水を飲んでもらいたい。よろしくお願いします。あの、スポンサーブースの入り口にあるらしいんで、どんどん持って行って飲んでください。はい。で、浅草 Ruby というところで、あの、Ruby Meetup を毎週火曜日にやっていて、ほぼ毎週参加してます。で、場所は、神田、東京の神田や秋葉原周辺の会社をぐるぐる回りながら開催している、います。で、オープン、 オープンソースの開発したり、なんか Ruby でわかんないこととか、面白いこととか、なんかトピックがあったら、松田さんとか、笹田小石さんとかと喋りながら、こうなんかコード書いたり、なんか飲みに行ったりするみたいな集まりです。興味がある人はぜひ来てください。はい。で本題に入るんですけども、と、まずちょっと Ruby の標準テンプライバルの話をするときに、ちょっと過去の話をしないとなーっていう部分があるので、その、まず過去の話をしようと思います。 で、Ruby のライブラリって、今はもうバンドラーや GemInstall で使うもの、GemInstall すら使わない方もいらっしゃると思うんですけれども、その、その昔は RAA っていうものがあって、で、そこに、こう、便利な Ruby のライブラリがいろいろ置かれていて、で、まあ、インストール方法とかも書いてあって、で、Ruby, Ext.conf, RB とかを実行したり、なんかいろんなインストール手順、バラバラなやつを使ってインストールしたりしていました。 で、その後に RubyForge と、あと GemsGitHub.com というものがその昔あって、その昔と言っても2009年なんて8年、たった8年前なんですけれども、その GitHub が .gem ファイルを提供していた時代がありました。で、まあ、RubyForge もそれを提供していた時代があって、で、まあ、それらから、あの g e m インストールあの .gemrc ファイルというものがあるんですけど、そこに、そこの Gem のソースイズとして、 その Gems GitHub 項ムを追加すると GitHub から Gem をインストールできるという時代がありました。で、そうこうしているうちに Gem Cutter Org というものがどこからともなく出てきて、で、その、そうずに Gem Cutter Org を追加するとなんか何でも手に入るみたいな感じになってきて、 で、僕も当時のことちょっと思い出せないんですけど、ジェム、i、ジェムカッターっていう風にすると、なんかジェムコマンドがいい感じに拡張されて、で、ジェムカッターオールグから、そのいろんなジェムをいい感じに取ることができる。で、Ruby g e と GitHub の方は、まあややいい感じではなかったんですよね。で、まあそうこうしているうちに、こう GitHub と Ruby g e がもうやめるよってなって、で、ジェムカッターオールグが Ruby ジェムオーグにリネームされた。 で、それが今の RubyGemsOrg になります。はい。で、2010年にバン n d l e r の1.0がリリースされて、でこれは確か Rails 2.3の終わりから Rails 3リリースぐらいの時だったと思うんですけども、まあ、そこからその環境をディレクトリー単位にこうパッケージング、アイソレーテッドして、その Gem を使えるようにするっていうようなことができるようになり始めたっていう感じですね。で、まあ、これがちょっと、 えっと、Ruby 本体の歴史を軽く書いたんですけれども、まあ、2008年に1.8.7がリリースされて、この頃にスタンダードライブラリ、テンプライブラリがガッと増えた。で、1.9のリリースで RubyGems が Ruby 本体にあのパッケージングされて、皆さんは GemI なんとかってやるだけで、ジェムいろんな Gem も使えるようになったっていう感じですね。で、まあ、2013年にかけていろんな r スペックとか便利そうなライブラリがどん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 開発していって、レイルズがガーッ、r a i の勢いもあって、盛り上がった頂点が大体2013年ぐらい。で、GitHub の統計からも、大体2013年からは、こう、じわじわと Ruby の、その、新しくリリースされるジェムとかプロジェクトの数は減っていって、まあ、今は、まあ、緩やかに枯れているようなライブラリが多いっていうような状態ですね。まあ、一部、残りに対するオーガみたいな、 その、再実装みたいなものもありますけど、まあ多くが大体緩やかにノーメンテナンスとか、まあ誰かがメンテナンス引き継いだみたいな感じになってます。はい。で、じゃあ、標準テンプライブラリーの方にちょっと一旦目を向けて、なん、スタンダードライブラリーって何なん、んやねんっていう話をします。で、標準テンプライブラリー、スタンダードライブラリーが標準テンプライブラリーっていうふうに、まあ、Ruby の開発チームでは呼んでいるんですけれども、それは何なのかっていうと、 その、ジェムインストールとかしなくても、その、リクワイアすれば使えるやつです。で、ストリングとかスレッドは組み込みライブラリといって、標準テンプライブラリとは明確に違うものなんですけども、そいつらはリクワイアしなくても使える。組み込みライブラリと標準テンプライブラリがある。で、標準テンプライブラリはリクワイアしないといけない。で、そのリクワイアしないといけないんだけども、バンドラーとか RubyGems でインストールしなくてもリクワイアできる。まあ、みたいなやつが標準テンプライブラリと呼ばれる範囲です。で、詳細はちょっと、 それだけでも30分くらい喋れるんで、ちょっと技術ブログ、社のやつに書いたんで、ここの URL をちょっと眺めてください。さっきツイッターにも流したんで、変わってみていただけていいと思いますで。で、標準テンプライブラリーを、その、ある種類に従って分類しました。で、 標準テンプライブラリの中にスタンダードライブラリズがあるって言って、多分翻訳するともう全く両方ともスタンダードライブラリズで何にも意味がわかんないと思うんですけども、スタンダードライブラリズっていうように Ruby のソースコードのリポジトに書いてあるので、それ以上表現しようがない。で、ピュアライブラリで書かれているものと C エクステンションで書いてあるもの。で、スタンダードライブラリズと呼ばれるものとデフォルトジェムズと呼ばれるものとバンドルドジェムズと呼ばれるものがあって6種類あります。で、 まあ大体分類はこういう感じになっていて、まあほとんどがスタンダードライブラリズで、まあデフォルトジェムズとバンドルドジェムズがまあ10%切るぐらいずつあって、で、バンドルドジェムズは C エクステンションがない。まあみたいなのが現状です。はい。で、まあ突然出てきたこのスタンダードライブラリズとデフォルトジェム、バンドルドジェムの違いっていうのは何なのかっていう話をするんですけれども、スタンダードライブラリズっていうのはソースコードをそのサブバージョンリポジトリ ルビーインタプリターのリポジトリと一致しているやつです。なので開発はそこで行われている。で、リリースサイクルも、あの、ルビーのインタプリターのリリースと同じサイクルで行われるので、1年単位。で、デフォルトジェームズは、ルビーのソースコードリポジトリだったり、GitHub だったりするやつ。で、リリースサイクルは1年ことのもあれば、メンテナーが任意の時期に GitHub からリリースすることもある。 で、バンドドジェムズは、今のところ全部が GitHub の上で開発されていて、で、リリースサイクルもメンテナーが自由な時期に行うっていう感じになっています。で、詳細は後で説明しますね。で、2.4から2.5になって、この数がどう変わったかっていうとこういう感じになってます。で、ピュアライブ、えっ、ー、と、2.5で14個スタンダードライブラリからデフォルトジェムズにしました。っていう感じのが、まあ、2.5に備えての皆さんへの知識になります。 じゃあちょっと、レフォトジェムスって何なんですかって話をします。時間が押している。でレフォトジェムスっていうのは何なのかっていうと、標準テンプライブラリなんだけども、ジェムっぽい振る舞いをするやつらです。で、どうやって実現しているかっていうのは、Ruby のソースコードを読んでいただけると、まあわかるんですけれども、ソースコードの中に .gemspec ってファイルを任意のルールで配置するで。配置するだけで、その配置された位置とそのライブラリの関連付けに基づいて、 スタンダードライブラリはデフォルトジェムに昇格するっていう感じですね。で、ジェムスペックファイルを使うと RubyGems のオルグの方にスタンダードライブラリをそのジェムとしてプッシュすることができるようになる。まあできるように書いているんで、できるようになります。で、RubyGems にはこのデフォルトジェムスかどうかっていうのを判定するロジックが入っていて、まあこんな感じのコードで、 トゥルー、デフォルトジェムって聞いて、トゥルーが返ってきたら、そういったデフォルトジェムっていうことになってます。はい。で、まあ、その具体的な例をいくつかご紹介するんですけども、OpenSSL はデフォルトジェムです。で、OpenSSL は一番デフォルトジェムでいい感じの例だと思っていて、まあ、Ruby 限りも来ておられる Renium 君が今メインメンテナーとなって開発しているんですけれども、その、今アップストリーム、 メインの開発元は GitHub になってます。まあ、一応サブバージョンの方の RedMine でも受け付けてはいるんですけれども、メインは GitHub 上になっている。で、まあ、そこで、まあ、レニム君が主導となって、その OpenSSL の1.1対応であるとか、まあ、新しい暗号化プロトコルの対応とかをガン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 やって、で、ある時期が来た時点で、その GitHub 上で開発したものを Ruby のサブバージョンリポジトリに入れるみたいな開発スタイルになっているって感じですね。 で、これ何がいいかというとですね、その、GEM としてリリースされているので、その、2.4を使っている人が2.5の OpenSSL に追加された機能を GEM アップデート OpenSSL すると使えるようになるっていうのが一番のメリットになります。これは、まあ、場合によっては嬉しい人がすごいいるんじゃないですかね。最近は SSL とかは流行っているので。で、 もう一個の利点としては、例えばセキュリティリリースがあって、最近はオープン s s l は落ち着いているんですけれども、まあ、先週リリースした Ruby には JSON の修正が入っていると思いますけど、まあ、JSON の修正が入った Ruby が、えっと、Ruby2.4.2 とかでリリース、2.4は関係ない。2.3でリリースされたと思うんですけれども、2.3.5じゃなくて2.3.4を使っている環境でも、例えば JSON をアップデートすれば、その JSON の修正からは、あの、 ルビー本体をアップデートしなくても、問題を、から回避することができると。その、ルビーの本体のリリースって、すごい、足並みを揃えたり、そのディスクロージャープロセスもすごい大変で、あの、パワーがいるんですよねあの。リリースする側が。で、皆さんの方でもその言語をアップデートするって多分すごく大変だと思うので、その、ジェムをアップデートするだけで解決できるっていうのはすごいメリット、アドバンテージになっていると思います。あとは、サイク。で、サイクは、まあ、 あの、リブヤムルのラッパーを ruby から使うやつで、y、まあ、ヤブルの処理に使うやつですね。皆さんご存知と思いますけど。で、これも、ま、一個メリットがあって、jruby の、えっ、ー、と、サイクは github をアップストリームとして開発しているんですけれども、そのサイクのリポジトリには jruby のインプリメンテーションもあります。つまり、その github の ruby イクから jruby 用のサイクがシップされて、c r u b 用のサイクもシップされる。 リリースされるっていうような体制をとっています。で、これ何がいいかというと、その j ルビーと CLB 間のこの互換性確保にすごく寄与していると。c ルビ b 側がこうガ,ガガガって変更を入れたときに j ビ b でテストがガーンと落ちたらなんだなんだっていうふうに騒ぐことができるし、j ビ b 側の変更をガガガ,ガって入れたときにテストが、c、ルビーのテストが落ちたらなんだなんだっていうふうに見ることができるし、ので、その、c、ルビーがリリースされてから j ビ b チームや j ビ b のユーザーがなんかイン インコパチビリティに気がつくことが、事前に防ぐことができるようになってます。まあ、ただ残念ながら今ちょっと JLFE のテストが落ちてるし、アローフェイラーになってるしみたいな感じで、ちょっと意識が低い感じなんですけれども、ちょっとまあ、2 0リリースまでにはガッて気合い入れて JLFE の方の実装も直そうかなと思ってます。で、あと RDoc があって、で、RDoc はその、 アップデートとかセキュリティとか互換性とかとはちょっと別の話なんですよね。で、RDoc はまあそのドキュメンテーションを追加するツール、ドキュメンテーションコードを生成するツールなんですけれども、その、ま、もともとはこれ RDocRDoc っていうところにあったのを RubyRDoc に持ってきたと。で、ま、もともとはその2.4のインテージャーユンフィケーションの問題に僕何としても解決したいことがあって、RubyRDoc に持ってきて、いろいろやって RDoc をリリースして、まあ、GitHub 上でぼちぼちとやってたんですけれども、 まあそしたらですね、まあとある方がすごいルドックにパッチを送ってきて、でも、その立派対応しましたよ、というような感じでガーガーってすごいパッチを送ってきて、で、おすごいいいじゃんって感じでマージしたり、あとその人にメインメンテナーみたいな感じでやってもらおうと思ってるんですけども、発表が確か3日目にあったかな糸柳さんの発表で。で、まあこれ何が良かったのかなと思うと、とりあえずなんか GitHub に置いてたら、なんか GitHub だとパッチを投げる気持ちが芽生える人が、 パッチを投げてくれて、なんかいいじゃんいいじゃんって言ってると、なんかいい感じにプロダクトがなる、なった例かなと思っていて、まあすごいレアだとは思うんですけれども、まあ少しでも可能性のあるところに置いとくことは僕はいいことだと思う。で、まあデフォルトジェムスにしてアップストリームを GitHub に切り替えるっていうふうになるとこういう利点があるのかなと思います。はい。で、じゃあバンド d l e of ム h に行きます。で、バンドルズジェーム h っていうのは、あの、デフォルトジェムス とは、ま、もうすごい、名前は似てるんですけど、全然仕組みが違っていて、で、バンド、デフォルトジェムズは、ジェムスペックファイルをスタンダード,ドライブに生やしただけ、みたいな話だったんですけれども、バンドドジェムズは、ソースコードそのものは Ruby のリポジトリにありません。で、r b インストールっていう、ツール rbinstall.rb っていう、あの、m a k e i n s t a から呼ばれるファイルがあって、で、そいつが、 Ruby のソースコードの中にある GemsBundledGems と呼ばれるファイルを読み込んで、そこから r u b y g e m s ルに実際にリリースされている .gem ファイルを持ってきて、それをインストールする。普通の Gem としてインストールする仕組みが BundledGem になります。で、普通にインストールするだけなんで、皆さんの環境でアンインストールもできます。デフォルト Gems はできません。スタンダードライブラリなんで。で、 バンドジェムスの例を紹介します。で、テストユニットとかミニテスト。で、もとも、これんだ、何なんですかっていうのをちょっと歴史の話をするんですけど、まあもともとはそのミニテストとテストユニットが2つ入っていて、で、ミニテストは RubyGems と RDoc のテスト用のライブラリでした。で、テストユニットはそれ以外のライブラリをテストするための テストフレームワークでした。で、これはあの、Ruby と一緒にリリースされてたんですよね。で、皆さんは MakeInstall イイしたら、Ruby の標準添付ライブラリとしてテストユニットとミニテストを使うことができた。ですね。昔。その昔。で、まあそういう経緯があったんですけれども、いろいろあって、それが問題になったんですね。というのは、その Ruby に添付していたテストユニットとミニテストっていうのは、 その、名前は同じなんですけど、RubyGems に登録されているテストユニットとミニテストとは別物だったんで、別物にもうなっていたんですよね。それはあの、Ruby の開発チームが、その開発しやすいように、ガチャ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 手を加えていった結果、もうどん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 本体と変わっていってしまって、もう何やってんだよみたいな感じなんですけど、その、もうメンテナンスできないみたいな状態になった、なりました。で、ミニテストが5、ミニテストブがリリースされた時点で、もうその、ミニテスト5への追従が、 その、Ruby に入れているミニテストではもうなんか無理っていう風な感じになって、もうギブアップ宣言をして、じゃあどうしようっていう風なことになって、やったことは、そのテストユニットのミニテストを標準テンプから外してしまう。外してしまって、Ruby 本体のコードのテストのためだけに存在するコードにしようっていうような作戦です。で、まあそうする、それでまあ問題はめ立だめ立ちしで解決するんですけれども、 当時のそのミニテストのメンテナーのゼンスパイダーライアン・デイビスがそのテストライブラリをその Ruby から消すことには反対だ、強く反対だと言っていて、まあそれは僕もそうだなって思います。そのテストフレームワーク、なんと X ユニットツールがその言語本体に備わっているってこと自体がまあ価値があることだと思うので、じゃあどうしようとなって、その、ひねり出した仕組みがバンドドジェムになります。 その、標準テンプライブラリーじゃないんだけれども、ジェムとしてみんなに使ってほしいものをインストールする仕組みがバンドルドジェム。で、バンドルドジェムのもう一個の例はレイク。で、レイクはまあメイクっぽい Ruby のやつなんですね。で、まあ、これは DR-Vain、あのエイクホーデルとまあ僕がメンテナンスをしていて、 で、ちょっともう消したバージョンちょっとすぐ思い出せないんですけれども、もともとは標準添付ライブラリに入っていて、そのル、ルビーをインストールした時から使えた。パンドル、ルビージェムスでインストールしなくても使えたみたいなものなんですけれども、ま、いろいろそのエリックホデルと相談して、標準添付ライブラリである必要はないんじゃないのかなみたいな感じになってきたので、もうガンと消してしまって、 ルビーレイク、ルビーレイクの GitHub をアップストリームとして、粛々とジェムリリースしていって、でリリースしたジェムをバンドルドジェムとして皆さんの環境に提供すると。まあ、みたいな仕組みにしました。はい。これは特にその、標準添付する理由がないから、バンドルドジェムにしたっていう例ですね。特にこれは揉め事もない、穏やかなバンドルド化になります。で、まあ、バンドルドジェム、 結構便利なので、いろいろ最初から付けれるならいろいろ追加すればいいじゃんみたいな感じになるんですけれども、まあ、いくつか問題点はあって、で、一個は、バンドルドジェムに、として、メイクインストールでインストールしたときに、そのクロスコンパイルした Ruby で、まともにジェムがビルドできるかみたいな検証が全くできていない。ので、C エクステンションをバンドルドジェムとして、今あのところは追加していません。 例えば、ノコギリとかですね。まあ、あとは、その、Windows 等の環境もあるので、その、m a k e i n s t a した時に Windows でちゃんとその、バンド d ジェムがインストールされるかどうかみたいなことも考えていかなければいけないので、その、マルチプラットフォームとかクロスコンパイルみたいな部分をもうちょっと解決しないといけないなと思ってます。で、2個目の問題は、そのバンド d ジェムが、 開発中の Ruby で動くかどうかということを保証できていないんですよね、今。今、雰囲気でなんかやっているっていうような状態に近くて、まあ、開発中の Ruby でも多分動くでしょうくらいな気持ち。なので、開発中の Ruby が何か入れたコミットで、今、バンドル対象の Gem が壊れないかどうかっていうような仕組みを作る必要があるかなと思っています。これはあの、 今の安定版ブランチメンテナーの中村うささんや、あと笹田さんが前この前クックパッドで開いた Ruby ハックチャレンジ等でこの課題に取り組んだ方がいて、なかなか良さそうという雰囲気なので、まあ折を見て Ruby 本体にもマージできればいいかなと思ってます。で、ここまで来てデフォートジェムとバンドジェムの話をして、じゃあジェミフィケーションって何なんですかっていう。 話をしていきます。で、ジェミフィケーションっていうのは、なんか、もともとは、トレジャーデータのなきさん、中村さんがこ、この、イシューで、発表し、記載した内容で、まあ、スタンダードライバリをジェムとしてリリースしていきましょうやっていうような話なんですよね。で、おおむねはいいじゃん。賛成ですっていう話なんですけど、じゃあ実際にどうやっていくのってなると、こう、非常にこう、なんか、問題だらけ、解決しなければいけない問題がすごい出てきた。というような状態になってます。 で、まあ、やはり、でっかい問題に人間が立ち向かうのは無理なんで、で、じゃあなんでジェミフィケーションが進められるようになったかっていうと、このデフォルトジェムスっていう話とバンドルドジェムスっていう話、その仕組み、新しい仕組みが2つ登場したことによって、そのスタンダードライブラリをいきなりジェムとしてリリースして、スタンダードライブラリから消しましょうっていう話が、 そのデフォルトジェムスにして、まずはジェムとしてリリースできるようにしましょうと。で次にジェムとして添付するんだけど、標準テンプライラリーから消しましょうと。で、最後に、そのバンドルしない状態で単純にジェムとしてリリースしましょうみたいなこう段階を踏むことができるようになった。ですよね。2016年、2017年に。で、なので、その僕が今のところこのプロジェクトを引き継いで、標準テンプライラリーをジェムとして緩やかにこうどんどん、 リリースしていくっていうのを進めております。で、まあジェミフィケーション何がいいのかって言ったら、そのデフォルトジェムスとバンドルジェムスのいいとこ取りをするっていう形になるんですけれども、その、ライブラリのメンテナーがバグフィックスや新しい機能を Ruby 本体の開発は独立してバンバン開発してリリースできるっていうのがメリット。で、利用者にとっては2.5や2.6、3で、 追加されたライブラリの新機能を2.4などの古いバージョンの Ruby でも使えるようになる。し、まあ移行も、移行のトランジションもすごい緩やかにできるようになると思います。で、まあ多くは今のところ GitHub の Ruby オーガナイゼーションの下にガーってばらまく感じにしてるんで、その GitHub の上にあれば、その、まあ皆さん GitHub はお使いだとは思うんで、まあと、使うのが得意です、みたいな。 レッドマインはちょっと苦手ですって人でもパッチを気軽に書いたり、まあコミットを取り込むみたいなことも簡単にできるんじゃないのかなと思ってます。で、まあそうこうしていると、こう Ruby インタプリターデベロッパーは、その問題があるとついついなんか解決したくなっちゃうんで、標準テンプライブラリとかにこうなんか微妙なコードを見つけると、まあそれをすごい直しちゃうんですよね。で、まあ直すのはいいんですけど、その、 ま、Ruby Interpreter を開発するという能力の方が世界的にはすごい希少なので、個人的にはその、その人にしかできないことはその人ができることに集中させるっていうのが僕はプロジェクトでいいことだと思ってるんで、それ以外,れ以外のことで、の人でもできるなら、なんかそれ以外の人はやって、Ruby Interpreter 開発者は Ruby Interpreter の開発に集中するような環境にした方がいいんじゃないのかなと思ってます。まあ、それも促進される。 で、一方でジェミフィケーションの問題点というのもあります。で、それは何かというと、その標準テンプライブラリの中にも依存関係って存在するんですよね。そのあるライブラリはファイルユーティリーズを使っているとか、あるライブラリはオープンサルリーを使っているとか。で、まあそういったその標準テンプライブラリ間の依存関係についても、Ruby を使う皆さんが RubyGems やバンドラーでの依存関係のように気にしなければいけないかもしれない。という状態になります。で、あとはその、 使う側にとっては、デフォルトジェムスとバンドルジェムスってすごいメリットがあって、アップグレードバンバンするだけ終わりみたいな形なんですけれども、それをするための環境を整えるメンテナーは結構大変で、その GitHub 上で開発したコードをサブバージョンリポジトリにバックポートするというようなことも自分でやらないといけないし、まあそういうコードの差分のようなものをちゃんと管理して、不具合が起こらないように、リグレッションが起こらないようにやらなくてはいけない。 っていう部分で、メンテナーの作業はすごい増える。けど、利用者のメリットはすごい増える、みたいな仕組みに今のところなってます。で、まあ、先ほどから、こう、古いバージョンの Ruby でも使えて便利っていう話をしてるんですけれども、古いバージョンの Ruby でも使えるように頑張らないといけないので、そのメンテナーが。例えば Ruby3 が出て OpenSSL、まあ OpenSSL ばっかり言ってますけど、OpenSSL がなんかすごい変更をバッて入れたときに、 ルビー3でも動くし、ルビー2でも動くようにしなくてはいけないみたいなやつは、まあ、すごい辛いな。もので、まあ、それはすごくハードな作業にはなるかなと思っています。まあ、だからその辺がやっぱり、プロスとコンスがすごい入り混じった仕組みに今のところなっています。で、まあ、ちょっと辛い話をするんですけど、まあ、例えばルビージェムスとかの、そのマージっていうのは、まあ、これは単純に何も考えないでガーって CP とか R シンクみたいな感じでコピった例なんですけども、例えばこういう感じにガーって、 コピーして、で、僕はこの時に、あの、Git で Diff が出てきたら、そのコミットを全部読んで、これは入れていい、これは入れたらダメみたいなことをやっていたりします。で、サブグが何も出なければ、メタシメタシって言ってマージしたりする。で、まあ、何が辛いかっつってもですね、RubyGems は今も Ruby1.8 をサポートしていて、で、Ruby1.8 のサポートのコードを書くのってなんか、半日とか一日、 くらいかかって、なんかすごく大変なんですよね。例えばこれは、クローズ IO のクローズエクスクラメーションみたいなやつは、新しいライブラリにはあるんですけども、Ruby 1.8にはないから、あの、Respond で確認して、通すみたいなことをやっている。で、RubyGems とバン n d l e r は、今でも Ruby 1.8.7をサポートしてるんで、何かコードを書いたら、Travis のマトリックスの1個がどっかバーンって落ちて、 で、なんだなんだって言って、で、Ruby 1.8で落ちるから直そうと思ったんだけど、Ruby 1.8がなんか最新の Mac ではインストールできなくてみたいなことをやってるうちに1年、1日経ってしまうみたいな。まあ、辛い。はい。で、えっ、ー、と、じゃあ、ジェミケーションのいろいろ進めている中で、Ruby 2.5で今どういう感じになったかっていう話をします。で、Ruby Gems、 ま、皆さんご存知と思うんですけれども、ちょっと改めてご紹介しますね。で、RubyGems のうちの、その GitHub にある RubyGems.org っていう方は、Rails で書かれている RubyGems のサイトそのものです。で、皆さんが使っている GemInstall 等のコマンドは RubyGems スラッド RubyGems っていうところのコードになります。で、これはメンテナンスしているチームも、あの、くっきりと分かれてまして、 上の方のそのサイトは r u b y g e m s ルグのインフラストラクチャーチーム。ショピファイとか、あとはインターンの方もいるのかなのチームがメンテナンスをしているサイトになります。だから明確で CLI チームは今は、元々は s e a t t l r b のメンバーが作ったんですけども今はバンドラーチームがメンテナンスしているツールになります。この二つをメンテナンスしているチームは明確に違うっていうのが特徴です。 で、まあ、今の RubyGems の状態なんですけれども、まあ、先ほどお話した通り、バンドラーチームが今は RubyGems をメンテナンスしてます。で、まあ、Ruby 本体にマージしてるのは基本的には僕で、その Ruby 本体の方での非互換等の,バあのコードを RubyGems の方に戻しているのもまあ僕なんですけれども、まあ、昔はその、テンダーラブ、アロン・パターソンやディアブ・レイン、エック・ホーデルが、その、 両、その両方をメンテナンスして Ruby の方のバックポートもやってたんで、まあ、この変更どうなんみたいな話とかはすぐできたんですけども、最近のそのバンドラーチームとはですね、なかなかうまく意思疎通ができてなくて、まあ、僕の栄養力の問題もあると思うんですけども、その必要なパッチとかをですね、まあ、RubyGems とかバンドラーに投げても結構リジェクトされちゃって、リジェクトされてるけどこれ Ruby のリポジトリにはもう入ってるコードなんだよなみたいなやつが結構あって、なんか困っているっていうのが現状です。 で、まあ、現状はいいとして、で、ちょっと、ジェミフィケーションを進める、進めた上で、出てきた問題をご紹介、軽くしますね。で、ルビージェムスには、リザーブドワード機能っていうのがあります。で、これは、あの、この名前のジェムはプッシュできない。リリースできないっていう機能になります。で、例えばその例で、一つ、ファイルユーティルズっていう名前のジェムはプッシュできません。プッシュできないんですけど、 今年の春ぐらい、春より前は、これが Gem インストールできた、です。で、これはなぜかというと、そのリザーブドワードをかける前にプッシュされた Gem は、皆さんの環境でインストールできるようになってたんですね。その、プッシュはできないけど、インストールはできるみたいなのが、このリザーブドワードの今の仕様になっていて、で、ァイ l e ユーティリズ0.7、もうギャンクしたんで、多分取れないと思いますけど、これは Ruby の本体のファイルユーティリズじゃないんですよ。 その、エクセルをなんかマニュプレートするライブラリらしくて、で、名前は同じなんだけど、全く実装が違うやつなんですね。で、もし、なんか、今年の春より前に、ジェムインストールファイルユーティルってやると、皆さん Ruby が壊れる。みたいな。なんか Rails 動みたいな感じになっていました。で、まあ今はこれ、ファイルユーティルズのその名前空間もらって、そのリザーブドワードを外した瞬間に、今のファイルユーティルズの実装で上書きしたんで、そういう問題は起きません。 起きないんですけど、似たようなやつがもうめちゃめちゃあって、例えばフィドル。フィドルも、フィドルは libfi のラッパーなんですけれども、当時春くらいにリリースされていたのは、なんかレ a ルズのエンジン何をするエンジンなのかちょっと詳細は見てないんですけれども、レイルズのエンジンが gem install f i d ってやるとインストールされていました。で、ここはファイナ u t i l i z ズはオーナーがもういなくて、単純に名前空間くださいで終わったんですけど、フィドルの方はじあの実際にもうまだ オーナーの方がいて、まあ別のジェムとかを開発している状態だったんで、まあその人に、まあこうこうこういう問題があるから、フィドル譲ってくんないって話をして、で譲ってもらって、で、そのルビーシ CRuby のフィドルの実装で上書きした。っていう状態になってます。救われた。で、まだあって、GDBM っていうのがあって、で、これは、GDBM はなんかリザーブドバードにもなってなくて、 なおかつ、なんか現在進行形で開発が進んでたやつで、で、これはなんか FFI を経由して GDBM を使うみたいなジェムでした。だから、なんか JEF インストール GDBM ってやると、なんか違う GDBM が皆さんの環境に入るみたいな感じでした。なので、これも同じように事情を話してオーナーの人から快く譲ってもらって、今は C の、シ r u b の実装で上書きしています。はい。 まあという感じにですね、ちょっとジェミフィケーションを進めるのはいいんですけども、意外と RubyGems 上のこう状態がカオスだなってことが分かったのが今年の春の成果で、で、まあスタンダードライブラリと同じ名前のものをいろいろこう調整したり譲ってもらったりしてお分けしているというのは状態ですね。で、2.5でデフォルトジェムになる予定の、やるなる予定というかなる皆さんは左にあるようなライブラリで,で、残り12月までに右の4つくらいをデフォルトジェムにしてできたらいいなと思ってます。 で、まあ、3.0に向けてっていう話なんですけれども、で、まあ、一個ニュースとして、Ruby2.5 ではバンドラーをデフォルトジェムスとして、今のところマージする予定。いうソースコード上はマージされている。ので、メイクインストールした瞬間から皆さんはバンドルコマンドが使えるはずです。Gemi バンドラーしなくていい。最高ですね。で、まあ、その後に RubyGems のチームに話を聞いた感じだと、まあ、バンドラーチームですけど、その、Ruby、 Ruby3 の前。だから、えっと、RubyGems 3.0の前にバンドラをマージしたいみたいな話をしていました。バンドラ l がいい感じに RubyGems の方に統合されていくのかなと思います。で、ここは先はなんか僕の展望とか野望なんですけども、その標準テンプライバリーを全部デフォルトジェムにしたいなって思ってます。まあ、その使う人にメリットがあるから。で、その上で RubyGems に、これは結構なんか、 コア開発チームの中で断章っぽく言ってるだけの話なんですけれども、RubyGems が使うもの以外はもう全部 Gem でいいじゃん。そのデフォルト Gem ですらないみたいな感じになんかしてはどうかなって思ってます。で、まあ、バンドラーのマージについてちょっと打足っぽく触れるんですけれども、まあ、バンドラーマージするときにその何が問題だったかっていうと、その日々開発中の Ruby で動作チェックができないっていうのが問題だったんですね。で、じゃあできるようにしようってことで、 その、インストール前の Ruby で RSpec を実行してバンドラーのテストスイートを走らせるということをできるようにしました。で、MakeTestBundler っていうふうに実行すると、インストールする前のビルド、出来立てほやほやの Ruby でバンドラーのテストスイートをガーって実行して、まあ、落ちた落ちないみたいなことが見れるようになってます。で、 このテストの問題が解決したら、その技術的な問題は解決しててあとは結構政治とか調整みたいな話になるんで、まああとはマージしてしまって、ちょっと様子を見てみようみたいな状態が今ですね。で、RubyGems とバン n d l e r で、まあ僕が聞いたり把握している限りの現状なんですけれども、近々 Ruby、RubyGems2.7 というものがリリースされる予定。まあ僕もちょっと RubyGems の方はメンテナンス、リリースはしないけどメンテナンスはしてるんで、 近々2.7がリリースされる予定で、2.7の大きな変更は、えっ、ー、と、RubyGems のテストコードがバンドラを使うようになる。なります。まあ、これがそのバンドラを Ruby 本体にマージした一個の大きい理由でもあるんですけれども、逆に言うとバンドラがない環境だと RubyGems2.7 は動かない。みたいになります。で、b u n d l e 2 0が近々リリースされて、コルビーが発表すると思いますけれども、バンドラ l 2 0がリリースされた後に、Ruby、 ジェムスチームは3.0の開発にシフトしていって、で、まあ、それはテストコードだけじゃなくて本体もバンドラーのコードを使うようになるっていうふうに聞いています。で、まあ、Ruby 2.5で、その RubyGems とバンドラーの両方がデフォルトジェムスとして Ruby 本体に入ったんで、まあ、その辺のこう開発の手助けになればいいかなと思ってます。で、まあ、ただちょっと問題があってですね、その RubyGems が使うライブラリがデフォルトジェムだったときに、 バージョンをいい感じにユーザーが指定できないっていう問題があります。で、具体的には例えば 2.、これはオープン s s の場合は、バンドラの実装が悪いっていうふうにレリウム君から聞いたんですけども、ちょっとわかん、分かりやすい例として出るかな。ここに2.5っていうふうに OpenSS のバージョン表示して、GEM ファイルに2.0.4って書いて、で、そういう状態でバンドレックゼック実行すると、お前はもう2.5使ってるから、2.4は使えないよっていうふうに怒られてしまう。 だからデフォルトジムスは全部そういう恐れがあるっていう問題があります。で、それを解決するのに、その、イントゥーみたいな提案が出てたんですよね。えっ、ー、と、3 2 0で、これは、この、リブファイルってやつを、その、リブの名前の下だけに入れるみたいな機能はどうか。で、現に今、バンドラって同じようなことをやっていて、 トー l とかのライブラリをバンドラートールっていう風にリクアイアして、でそこでガンガン使ってるんですよね。それはトールを皆さんが例えば0.19とか使いたいっていう時に使えるようにするためなんですけどあ、みたいなことをデフォルトジムズでもやりたくて、こういうのどうすかねっていう風に松本さんに聞いたら、結構 Ruby 本体だと難しいねって話があって、でそれなんでかって言ったら、例えば r i b y a m l とか RibSSL みたいなシェアドライブラリは、そういうバージョニングみたいな、 話で、その Ruby にはロードされてないんで、まあ、その辺でコンフリクト絶対するから厳しい。あと、ローデットフューチャーの順序が、そのいろんなバージョンの Ruby、ライブラリがガガガガってあった時に順番どうなんのみたいな使用仕様も決めなくちゃダメで、その言語仕様レベルで、なんかその特定の名前空間の下にだけ入れるみたいなことはやんないとダメそう。で、えっ、ー、と、これがその RubyGems が使っているライブラリの皆さん。 ですね。まあ、こういうのがデフォルトジェムスで衝突するかもしれない、しないかもしれないみたいな感じなんで、頑張りたいと思ってます。はい。で、ジェミフィケーションを進めていくと、まあ、そのユーザーにとってはアップデートするだけでいいみたいな話があって、結構僕は幸せだと思ってるんですけれども、まあ、開発者にとってはいろいろ大変なことが多かったり、まだまだ解決しないとダメな、言語仕様にも関わるような技術的な問題がまだ多いなと思ってます。はい。 で、今日の発表のまとめなんですけれども、えっ、ー、と、スタンダードライブラリの紹介とか、デフォルトジェームス、バウンドルドジェームズの話をしましたと。で、えっ、ー、と、RubyGems とジェミフィケーションプロジェクト、その2.5、3.0でどうしたいかみたいな話もしました。はい。ということで、まあ、Ruby3.0 に向けて、そのインターブリータ本体だけじゃない、その Ruby の なんすかね、標準テンプライブラリとか Ruby を使う人に向けてのこう変更もいろいろやってますよってことで興味ある人はなんか僕とか捕まえたりしてください。はい、発表終わりです